アツです。胸クソ映画ミッドサマーについてネタバレなしで紹介していきたいと思います。紹介と言いましたけど、この映画まだ見てない方、見なくて大丈夫です。とにかく不気味で狂ってて気分が悪くて、我々の2時間半何を見せられているんだろうという気持ちになります。ほんと拷問ですよ。この動画ではミッドサマーを見てはいけない理由、何が気持ち悪いのか、胸クソポイント3つ紹介させていただきます。まず胸クソポイント1つ目は、イカれたカルト村です。お話は登場人物がアメリカの大学に通うダーニーという女の子、この恋人のクリス、そして男友達3人がいるんですけど、この男友達のうちの1人のペレという男がスウェーデンからの留学生で、夏至の時期にみんなを故郷の祝祭に招待するんですね。このペレ君の地元は本当にイカレ村で、みんな大昔から続く慣習に未だに従ってるんですよ。まあ、これだけを聞くとですね、伝統を引き継いでるから素晴らしいじゃんって思うかもしれませんけど、その中身がとんでもなく恐ろしいんですよ。マジでカルトなんです。この祝祭では様々な儀式が行われるんですけど、序盤から目を疑いたくなるようなグロいシーンがたくさん出てきます。一つ例を挙げるとすると、序盤のシーンなんですけど、崖の上から老人2人が飛び降り自殺するのをみんなで下で黙って見守って、さらに地面に叩きつけられた老人2人の顔を数人が駆け寄ってハンマーでぺしゃっこにするんですよ。このシーン本当にトラウマになりますよ。モザイクかけてよってぐらい本当グロいです。そしてもっと恐ろしいのは、彼らはこれをしきたりだと言うんですよ。穏やかな顔で言い張るんですよ。本当狂ってますよね。命を循環していて、自ら命を差し出すことでまた新たな命が生まれるのです、とかなんとかほざいてんですよ。はぁって話ですよね。ただこの儀式はほんと序章に過ぎません。このイカレ住民たちはこの祝祭で一体何をしようとしているのか、彼らの意図は何なのか、もうほんとね、その後の黒い資金たちを思い出すだけで本当に気持ち悪いです。二つ目の胸クソポイントは、明るいホラーです。スウェーデンの夏至の期間、ご存知の方も多いと思いますけど、緯度が高い地域では夜中でも太陽が沈まないでずっと明るいんですね。そしてですね、このイカレ住民たちはみんな白い衣装をまとっているんですよ。青空、自然、白い衣装、パッと見ただけだったらめちゃくちゃ爽やかなんですよね。これが逆に不気味さを生んでいるというか、普通の気味の悪いホラーだったら明るい場所に希望を見出すことができますけど、この作品は恐怖を覚えた時にはもうどこにも希望を見出せないんです。まさに罪なんです、絶望なんです。このパッと見明るい感じ、爽やかな感じがよりイカレ住民のカルト感、信者感を際立たせていると思います。マジで吐きそうです。3つ目の胸クソポイントは、超トラウマの終盤です。先ほど話したイカれた慣習が終盤になるについてどんどんエスカレートしていくんですね。特にヒロインのダニーの恋人クリス、彼に迫る恐怖はマジでトラウマです。性的なシーンが出てくるんですけど、ここのシーンは本当にね、この世の終わりを感じますよ。この住民たちは本当に頭おかしいです。逆に言えばカルトってここまで人をおかしくさせるのかって思いましたね。性的なシーン以外にもですね、終盤のシーンは本当に胸クソ悪いです。マジで見ないでください。というわけでミッドサマーについて紹介させていただきました。これだけ胸クソポイント紹介したんですから、絶対に見ないでくださいよ。お願いしますよ。以上、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。この動画の高評価とコメントもぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。私がこれだけ口酸っぱく絶対見るなと言ってんのに、それでもミッドサマー見ようとしてるそこのあなた、素晴らしいですよ。いや、大したもんですよ。そんな方はですね、ぜひこの祝祭に来た大学生5人、それぞれの背景とか性格とか、この祝祭にかけるモチベーションだったりを注目してみてください。そして5人それぞれにどのような結果が待ち受けているのか、ぜひ一人一人でスポットライトを当ててご鑑賞ください。